みひろもと始まるよーどうですか、このあるのこれあるんだ、みひろのもと始まるよーっていうのどうですか。自分で決めたの。はい、自分でやったんだ。はい、いいと思います。絶対いいと思ってない。ちょっと一回一緒にやってみてください。やらなきゃいけないの。そらちゃんやらせちゃダメですよ。マッコイさんにもこれお前これやめろ。最初のオープニングなんだあれって言われたんだから。でもまあちょっと気に入ってるんでやってますよ。やるべきで、そういうのはね、続けるべきです。継続は力なりですからね。そらちゃんも自分の YouTube でオープニングあるもんね。知ってるよ、そらなんとか青い空っていうの知ってるけど。ということで今回もゲストは青いそらちゃんです。青いそらです。ありがとうございます。よろしくお願いします。今回は毎回コラボをしたときにやってるゲーム、ババ抜きを。ババ抜き。はい。ババ抜き。すごいシンプルだね。シンプルなんだけど意外に心理戦。心理戦か。でもババ抜き最近いつした？いやしないよね、トランプ。だって子供たち。いやしないね、まだしないかな。だってさ、大人になってあんまやんないじゃん。やっぱシンプルすぎてさ、あんまりこう盛り上がる盛り上がりに欠ける。いや待ってください、ババ抜きで一本いこうとしてるんですけど。ババ抜きで盛り上がってください。盛り上げます。でもさ、やっぱこういうさ対決とかなるとさ、分かりやすい方がさいいよね。はい。これはもう単純で、ジョーカー最後に持った人が負けっていうね、はい、ちなみにそらちゃんは負けず嫌いそうじゃないとね、やってきないでしょ。そうだよ ね、やってきてないと思う。このお仕事は負けず嫌いの塊の人が残ってるって感じだよね。あまりにも優しい人はもう潰されちゃうね。潰れてっちゃう自分がね、なんかどうぞどうぞってなっちゃってね。アッキーさんの時も思いました。アッキーね。すごい負けず嫌い感で。そうなんだ。真剣やった。今回の対決も僕も楽しみなんです。はい。ね、やろうやろう。やりましょう。やろう。はい。じゃあちょっとね。はい。ね。ジョーカーどっちが持ちますか。じゃんけんで決めるか。じゃんけんで決めるかじゃあ。いいよ。じゃあ勝った人が持つ。はい。最初はグー、じゃんけん。はい。じゃあ私が最初に引いていくんだね。そうだね。そらちゃん、ジョーカー。でもずっと引かれなかったら最後まで残る可能性があるってことでしょ。私は何の心理もせず。そう。あ、そういうことです。そう。っていうことだよね。そうです。それを狙いたいんですよ、私は。難しい。無でいこう。よっしゃ、そらちゃんにはなんか勝てる気がする。みひろさん、揺さぶってくるんで、動揺しないように。そらちゃんには勝てる気がするな。すごい、なんかこっちの方見てるけど。そういう作戦。で揺さぶるんですね。あ、なんかまたちょっとやっぱりこっちにあったでしょう絶対。シャッフルしましたけど。面白いな。面白いな。めちゃくちゃ盛り上がるじゃん。じゃあ私から引いていきますね。もうこれはノーミスでいきたいと思います。目指せノーミス。4枚抜き。今までちょっと5枚とプラスジョーカーやったんですけど、今回から4枚とジョーカー。ちょっとね、長かったんだよね。はい、やりました。長かったね。じゃあどうぞ。そらちゃんの目がすごい泳いでるんだけど、だいたいここら辺見てるよね。なんかこの3枚あたり。なんかね、だからさっきから見てたらこっちばっかり見てるわけ。なんかこっちにはないのよ。これないね。これないです。はい。よっしゃ。ないんですよ。そういうことね。目線ね。目線ね。うん。目線ね。でもね、ここらどっちかだな。多分ジョーカー。そっか、これってさ、切っちゃいけないの？いいよ。いいですよ。あ、でもいい。いい。悩んでる。あ、切りますか？いいよ、こう並び替えても。ちょっと今回楽勝かもしれません。今回の動画3分ぐらいで終わっちゃうかもしれないけど、そうなったらごめんなさいね。本当だよ、早く終わりそうだな。やばいやばいやばい、マジで弱いかも私。多分なんだけど、ここら辺にある気がする。見て見て、ここら辺にある。大丈夫。だからこれない、これないです。はい。あっ、ずるずる、なんで？女優だから。やられたんですけど。よっしゃー。マジかー、余裕だと思ったのに。そう、もうちょっとなんか揺さぶればよかった。あー、これ難しいなー。それ取りたくなる。それ取りたくなっちゃう。取りたくなっちゃう。質問も全然言うて。これジョーカーでしょ。そういうことかね。ミヒは絶対これをジョーカーにしない。おお。だからしないから、ジョーカーにしないから、これ取ってもいいと。そういうことだよ。そういうことだよ。嘘っぽいんだよな。そういうことですよ。だからミヒは多分これをジョーカーにする。ああ、取らせるため。取らせる。そういうシーン。こっち側は安全。いい読み。だからこの3つの中の端っこ。絶対さっき、ジョーカーだった。あれが。まあね、22年目同士のね、今年で。なんか楽しいな。めちゃめちゃ真剣やん。すごい、私とカードを見比べてますけど。だから、私は、ピーって出てるやつは、取りたいの。取りたい性格なの。でも、絶対そうやってやってくると思ってんの。だから、この子は違うの。だから、この子がジョーカー。がジョーカーなの。ああ、なるほどね。そうでしょ。そうだよ。あ、でもさっきは、ピョンって出てたやつ、ジョーカーじゃなかった。もうこれは本当。マジ。嘘じゃない。でもこれはジョーカー。こっち。それジョーカーでしょ。これジョーカー。ミヒは絶対に嘘をつかない。おお。嘘つかないもんね。嘘つけないもんね。結構正直。ね、結構正直だよね。だから。右側から見て、一番見えないこれ。おお、本当にそれでいいの？これでいい。あら、大丈夫？それで。私のこと本当に正直者って思っていいのかな？いいよ。だってあれだよ、ダンスレッスン一回も行かないんだよ。いいよ。やった。さあ。嘘つけないんだね。ジョーカーだった。うん、これさ、面白い。やばいやばい。ラスイッチでしょ。うん、これで決まるよね。そらちゃんって何利き？右利き。右利き？うん。右利きだから。これなんか質問いいよ、質問して。そらちゃん右利きだから私はこっちに置きましたってことは、うん、こっちを取らせたいじゃん、うん、ってことは、うん、取らせたい方がジョーカーじゃん、うん、こっちがジョーカーでしょ。だから私はこっちを取ればいいってことだよね。うん。そうなるよね。何これ面白い。そうなるよね。イラッとする。イラッとしてます。今この今の表今これ今そらちゃんイラッと中です。嘘つけないもんね。うん。もしかして私をかさそうとしてくれてる？いや、私が勝ちたい。勝ちたいです、私は。負けたくないです。負けたくないよね。うん、じゃあこっちじゃない？逆転のチャンスだ。よし、面白くなりました。危なかったですね。危なかった。僕もリアクションしたらもうずっとこう。本当だよね。森地さん見るとバレちゃうから。顔に出ちゃう。出ちゃうんだ。よっしゃ、勝ちたいよ。なんでそっち側にジョーカーを置いたの？なんか切ってたらこっち側になった。理由はないな。理由はない？うん、私右利きだからこっち取るとかそういうのない？あ、ないな。え、こっち取ってくれたら嬉しい？嬉しいかな。やったーって言って。やったー。でこっち取ったらどう？うん、よし。なんだそれ。これは演技なのか。でもこの直感信じていいのかな。信じていいのかな。ああ、もう下手くそすぎる。ね、私はこっちジョーカーだと思うんです。うん、なぜなら、なんでそっちにジョーカーを置いたのって言った時にこっちに目線がいったの。だからあ、目線本当に嫌だから、あ、そっち側にジョーカーあるんだなって思ってよしっていう言い方もなんかこっちの方が本当によしって思ってた気がしてだからこっちがジョーかな。でもな女優やってるもんね。女優です。でも私は自分の直感を信じたい信じますね。いくよ心理をさ、こう質問してるのとかがさ、もう怖い。どっちがいい？どっちがいい？こっちを取ろうかなと思ってる。ああ、いいと思う。取ってほしい。取ってほしい。こっちは？取ってほしい。どっちも取ってほしいか。どっちか取ってほしいよ。そうだよね。負けちゃうもんね。そう、負けたくないから。いやー、そらちゃん、すげえなー。こっちが取ったとして、ジョーカーだったとしたら、うん、もう一回。ね、私が引くことになる。こっち取ろうかな。こっちよっしゃあー面白い。なんだこれもう疲れちゃうよ。もうじゃあもうそろそろねもう決めますわ。決めてよ。はい、神様にじゃあ頼もうかな。最終兵器、はい、どちらにしようかな。神様の言う通り。見てカード。神様の言う通りにするからね。いい？これで終わりだからね。わかった？これで終わりです。はい神様いないな決まんないね。はい、どちらにしようかな。天の神様の言う通り。ない。どんどん続いてて何が何だかわからないみたいな。最後の目線私超無意識だった。最後の目線みひろさん負けたじゃないですか最後の目線ね、こうあって、こっちの目線の方が長かったの。あ、そうなんだ。そうで、あ、でもこっち取られたらやばいなみたいなのをパッて書いたの。あ、こっち見過ぎちゃったみたいな見方したの。やったー嬉しいめっちゃ盛り上がっちゃった。本当だね。私もなんか想像をはるかに超えるババ抜きだったわ。あのね、めっちゃ疲れた。そうだよね。怖汗かいたの。ね。ちょっと手震えてるもん。なんで？緊張して。あ、絶対勝ちたいのやつ。いや、今日勝てると思った。やったー。はい。ということで今回の勝者、蒼沢さんです。嬉しい。見事、ババ抜き対決勝った蒼沢さんですけども、どうでしたか今回？いや、ババ抜きなんか盛り上がらないなんか言っちゃってすいません。ね、めちゃくちゃテンション上がりましたね。はい、上がった。すごい体温がすごい上がったんですよ。やっぱ2択外すってきついね。なんかね、見事でした。本当に人を見る目がありますね。本当に。そして意外と見てる感じですよね。ちゃんとこうしっかり。そうで、私目線は最後ほんと無意識だったわけ。何でも考えてないで無意識でっていうのをまたね、こう見逃さずに見てたから洞察力もあるなと思って。なんか途中のこうみんなの質問の時にパッてやったんがわざとやったんかどっちかこう知りたい。わざとです。なんでそっち側にジョーカーを置いたの？なんか切ってたらこっち側になった。いや、なんか一番最初にさ、こうカードを持った時にやっぱジョーカーに目いっちゃうんだなって自分で思って、でそれもやっぱ指摘されて。ああ、なるほど。じゃあ最初は本当だった。最初は本当。そう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 。あ、そういうことかって思ったから。裏をかけばよかった。怖ー。そう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 。で下手くそな振り。すごい完璧でした。完璧。本当に。いや、さすが。さすがです。はい、そらちゃんは2週に続けていかがでしたか？楽しかったです。いや、なんかでも元々聞いてた企画からちょっと変わったじゃん。あ、それは森地さんが嘘発見器をなくしちゃったから。なくすのと思って。動画、例えばの動画が送られてきたのよ。これ見てくださいって。これやれるんだって、すごいね、楽しみにしてね、来たらね、なくしました。そうですね。ちょっと森地さんの顔映していいですか？自分映してください、自分。森地さんが嘘発見器をなくしました。すいません。今回あれですよね、コラボですよね。そうです。だからもう久しぶりに更新しますよ。私の YouTube。やった。ではではこの後そらちゃんのね。YouTube の撮影しますので、ぜひ皆さんそらちゃんの YouTube も見てください。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。高評価、コメントも書いてくれたら幸せです。みひろのもとよろしくね。